北朝鮮メディアは、ロシアのプーチン大統領が金正恩総書記にロシアの国産自動車を送ったと報じました。今日付けの労働新聞によりますと、車は金総書記の妹ヨジョン氏らが受け取り、格別な親交関係の明確な証になると金総書記の感謝の挨拶を伝えたとのことです。ロシアのペスコフ大統領報道官は、送ったのはロシア産最高級車のアウルスだと明かしました。 プーチン大統領の専用車でもあり、去年9月に金総書記がロシアを訪れた際に乗り心地を確かめる様子も確認されていました。韓国政府はロシアに対し国連安保理の制裁に違反するとの見解を示し、贅沢品を送るのを中断するよう求めています。